ショットガンはまだあるからな。言うて。さあ、は？弾を使わせるんじゃないよ。ホラーゲーム好きの皆さん、こんばんは。今回はディスペアブロッドコースのね、続きやっていきたいと思います。あら、すんごいなぁ。列をなして、お出迎えですね。お腹の上でくるくるくるってなったね。さあ、皆さん前回の途中でね、バルブを見つけたんですね。どっかでさ、あったよね、確か。バルブやるとこ。どこだっけ？この先か？あ、これだ、これだ。炎のとこだ、そうだ、そうだ。はい。炎が消えましたと。いいはしない。どっちだ、青から行くか。Come home soon。1868年3月12日、私の親愛なるジョン、遠征がうまくいくことを願っています。私は毎晩、あなたの無事帰国を祈っています。ウィリアムはとても早く成長している。彼は最初の一歩を踏み出し始めている。家に帰るまで彼を追いかけて走り回ることになります。私たちは二人とも懐かしいですし、すぐにあなたは戻ってくると願っています。メアリー。これは戦争からってことだな。足りないか。死んだね。背骨丸見えっちょじゃん。まだいる。あべ。なるほどな。死んだね。弾が意外とないのよ。あ、やべ、外しちゃったー。やばーい。なんとかあるっちゅうねー。何取った？回復？あとマッチは持ってきたやつか、これ。これ何？あー、これが硫黄だな。臭い臭いが取れたね。よし、これで戻ってスリスリして、で、弾作って、そしたらズドンだな。もうその時にはショットギャンルの弾めっちゃ持ってこようかな。あ、ちょっと待って、手前来てないな。あれ？深いぞ。あ、上か。あれ？上いない説。1868年。やばい、くしゃみ出そう。はい。1868年3月15日、壁が完成したら重要でない全ての要員、つまり壁の警備に関与していない人は、配置転換のため直ちに報告受けなければなりません。壁が完成したら重要でない人は違うところに行きなさいと。
まあ、秘密なのかな、戻りなさいって感じなのか。よし、回復。これ下降りれないのかな。これでこの地下のエリアはクリアかな。砲弾の先に行けるということですね。こっちか。楽しみ楽しみ。何が待ち受けているのか。母はその傷を見る限り、まあこいつらのせいなんだけど、しもべにやられたのか、それとももっと違う大物にやられたのか、そこら辺は。なんだこいつら。ちょっと、こいつらハメに来てんな。あと5発。死体がたくさん。トラッピーありそうだな。まだいるんか。もったいねえ、こいつらに使うの。一発で確実に仕留めるか。ショットガンはまだあるからな、言うて。さあ、は？弾を使わせるんじゃないよ。これ壁裏いっそう。うっそん。さあ、セーブも兼ねて、まあいいか、火薬作ってからで。これか。スリスリ、スリスリ。火薬取って、マッチも必要だよね、多分。え？嘘だろ？セーブできなくなったぞ。火薬だどんで終わりなのか？あ、ちょっと待って。ショットギャンのはできるだけ持っていくか。え、微妙だな。向こうに行ってからのセーブはできてないってことでしょう。これ死んだら終わりやん。まあ死ぬことはないか。800人出てきたら弾なくなって死ぬわ。さて。詰めます。バイエ。チャッチ。すごい、何？ファーストエイドキット？ちょっと待てよ、これさ。ショットギャンヌ行った方がいいのか。もう明らかなボス戦の匂いしかしないんだけど。 BOSS ボスー戦が始まるぞ。相手のフィールドは溶岩なのか。あ、あるじゃん。まあこの布陣で一回行くか。とんでもねえ、できんじゃねえのかこれ。まあでもまだアイテムありそうだな。いや違う。なんだこの
とんでもねえエリア。BOSS じゃねえんだ。でもライブラリーの鍵ならさ、言ってくれるかな。ライブラリーの鍵って言ってほしいよね。ライブラリーの鍵で知った。でも鍵取ったらなんかありそうだな。ピストル全弾打ち込んでからショットギャンに変えるか。こんだけ広いんだぞ。あるだろう。ほら。あれ？はいはい。どんな顔してるんだい？ラクダ？あれ、剣だった。聞いてなさげ？血は出てるね。わーって。弱ち。ショットガンの弾節約できたな、だいぶ。もうハンドガン置いとくか。たまねえもんな。これ大ボス戦？本当に？小ボス戦であってほしい。いるな。増えてるぞ、これ。問題なし。さあ、ライブラリーに入りました。普通の人じゃね？割りかし。これで脅威は去ったか？これは何だろう？ああ、いらん。チャプン。このカラカラ鳴ってるの何なんだろうね。さて、1918年。ちょっと待ってね。10月16日、患者のソフィア・グリーンウッドさんは現在日光に直接さらされて皮膚に水ぶくれができており、当初の考えていたようなインフルエンザではないと私は信じている。昨日、キートン夫人との出来事は潜在的な診断への期待をさらに複雑にするだけだった。他人の血を飲みたいというこれほどの強い欲望を持った人に私は出会ったことがない。かわいそうなキートン夫人からパティエンの手を閉じ開けるのに全力を要した。シェルビー夫人の問題もあるが、彼女自身も医学的異常者であるようだ。シェルビー夫人と患者は30年か40年ほど前同級生だったので、見知らぬ人がシェルビー夫人を患者自身の娘であると軽率に誤解する可能性がある。シェルビー夫人にはいくつかの異常な癖を見られる。彼女は家政婦にカーテンを閉めてもらって初めて部屋に入り、夕方遅くまで寝るだけに外に出る。
理論的には生涯日光を避けて過ごしたことがシェルビー夫人の青白く生若々しい顔色を説明できるかもしれないが、私は何かがおかしいと感じずにはいられなかった。真実を明らかにするまで休むつもりはありません。博士、ジェームス博士、ジェームス・ホーソン博士ですね。何かしらの関係があるのかね。ピストルか。あれ？どこ行っちゃった。ああ、ここか。なるほどね。じゃあこっち行っとくか。潰しとく。これはでもライブラリか。あ、違う。ピストルがここで来たな。ん？アシッド。何アシッドだ。塩酸のような匂いがする。中和しないといけない。ちょっと待って。まあ、いっか。いや。ピストル持っとこっかな。あれを中ボスだと考えて。さあ、準備完了。私は ギア？ああ、バンドエイドはいいです。いるな。これ意外と威力あんだよな。はい。アンオールドフレンド。1918年10月4日、親愛なるソフィア様、最後にお会いしてからかなり時間が経ちましたが、この手紙を読んであなたが元気でいることを願っている。最近私たちが学生時代に過ごした時間をよく思い出す。私はこの街に数週間滞在しているのですが、アフタヌーンティーを飲みながら思い出を振り返ることができたら素晴らしいだろうと思いました。あなたがこの期間に何をしてきたのか、ぜひ聞きたいです。近いうちにお会いできることを楽しみしている。あなたの古い友人、リリアン・シェルビー。ん？これギアか。あー、で、あとクマの木はめるやつがあるのか。あれ、ここどこ。あー、銅像が置いてあるとこの上ね。ちょっと待って、弾がいっぱいになっちゃったな。手紙と、あ、箱もあるわ。これは？いいな。あ、これって、コースティックソーダ。あは、これで、塩酸かなんかのやつか。とりあえずセーブして、はい、これが最後の、文章ですね。あれ、ちょっと待って。1918年10月15日、グリーンウッド夫人は今夜とてもひどい状態。彼女のベッドでサイドテーブルの後ろを片付けようとしたとき、鋭利なもので手を切ってしまった。
切り傷がかなり深かったのですぐに出血し始めた。それからグリント夫人が私の名前を呼ぶのが聞こえた。彼女は病気になる前によく話してたと同じようにはっきりとした声で私の傷を見てほしいと言いました。私が彼女の方を向くといつの間にか彼女は私の手首を掴んで引き寄せていました。ためらうことなく彼女は言い始めた。私は叫びそこから抜け出そうとしたが、特にほんの少しの前まで弱っていた彼女を考えると、彼女は信じられないほど力を持っていました。ありがたいことに、ホーソン博士が近くの図書館に駆けつけてくれて、私をグリーンウッド夫人から解放してくれた。彼は私の傷の手当てをする前に彼女に鎮静剤を投与した。明日はどんな狂気が起こるか心配。今夜少しでも寝ます。フェアトリス・キート。なので、血を見ると狂気的に変わってしまった様子が最終的に分かってしまったと。ここか。じゃあまだどっかにいるのか。お、うわマジか。いるんかいだな。あ、強っ。アクロバティックがあれだったな。はい。あ、クマのパズルピース。じゃあそのギアのところに行って、何があるんだろうな、そこに。いるよねー。オッケー、はめましょう。あれ、あ、これか。はい、鍵だ。呪われた鍵。入ってなかったね。呪われた鍵。さあ地下に来ました。一番下のセーブ部屋の近くだよね。あの大きい扉のとこ、あれが多分行くべきところ。おお、なるほどね。こいつらは並ぶのが好きだね。この2個目左かな。あと10罰。まあもうそろそろボス戦でしょうね。いや楽しい。お、なるほどね。弾けた。いるなこれ。次左か。もうハンドガンもないね。お、いやショットガンも意外と使うな。ここです。 OK、 正解で、あ、なんかアイテム整理してくれよかったか。ボス戦の匂いがプンプンするんだが。
アンモ。これさ、一発のやつ、意外と、一発装填だからめんどくさいけど、威力がないわけじゃないよね。ちゃんとさ、あるよね。あれ？向こうにもあるっぽい？何があるかな？お、なんかいっぱいあるぞ。ピストル。ちょっと待って、ありすぎるな。なんかすごい。ショットギャンアモ。ショットギャンアモがいっぱいあるなら、それに越したことはない。これはもういけないんだ。ああ、下行くしかねえな。ちょっと待って。まあ戻ってくりゃいいか。ショットガンアモとラスボスだとしたら鉛玉でもいいぐらいだな。こっちは？あ、ショットガンアモ。アイテム選択も大事なのかな。あ、ピストルなんか弱い気がしちゃって。あ、でも取っとくかピストル。じゃあラスボス感出てきたな。あれ、セーブポイントあるじゃん。ちょっと待てよ。回復薬もある。ラスボスだな、これは。ちょっと待って、ハンドギャンやめて。これさ、まとめらんねえのかな。ダメだ。回復。っていうかさ、ライトいらんくね、もう。ライトを置いて、こうしてみるか。ショットギャンと一発装填。2と4ね。よし、セーブしとこう。オッケー。光もあるし、問題なしを。ん？あ、脈拍を感じるが何かおかしい。なんかいるわ。翼生えてるね。あれ？聞いてる？これ。翼生えてますね。いや、ちきえな。これはなんか長期戦か？
けえな。そこまで早いわけじゃないけど。やばいやばいやばい。体力削られちゃっての？ああ、間すり抜けられちゃうと嫌だな。でも血は出てるから引いてはいると。ちょっと待てよ。ちょっと待って、イヤホン取れそう。あと28発あるじゃん。鉛玉の威力はどうだい？聞くかい？お、やったぜ。これ妹だよね。大丈夫かい？なるほどね。もうそうなってしまっていたんだ。いや、面白いですね。まあ、母親の死っていうのが、まあ、その直結してたんだけど、そうだよね。血を見るとって言ってたので、まあ、その使用人の人をね、傷がついて近寄りなさいっつって、そこから離さないみたいな風になってしまっていて、娘もそうなってしまったと。姉ちゃんが来た時にはもうすでに遅しというとこですね。はい、ということで今回はディスペアブロッドコースというのにね、やらせていただきました。久しぶりかな、サードパーソンというか三人称視点のね、ホラーゲーム。まあ、簡単なバイオというかね、単純に段数管理と、というところでね、鍵を開け閉めしながらっていうところかな。謎解きに関してはそんなになかったかなっていう印象だけど、敵たちのね、整列した、綺麗な行進が見れたのでね、はい、今回は良かったかなと思います。というわけで、今回はこの辺で終わりです。皆さん、良き夜をお過ごしください。